こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、ガンダムビルドダイバーズリライズネプテイトユニットとネプテイトウェポンズです。はい、ビルドダイバーズリライズの2期もね、放送再開されまして、19話がね配信放送されましたが、19話はね本戦ではなくて、ヒロとのね過去の一番重要な部分ですね、あのイブとの出会いと、あと20話でその別れをねやるんじゃないかと思うんですけども、かなり重要な部分なんでね、すごく興味深いところなんですけども、まあ、ここで、まあ、ヒロとガンプラで戦ううちに、こうどうやってねこのプラネットシステムとかのね開発になったかということがねこうだんだん見えてきましたね。まあ、最初にね、まあ、ヒロトがいきなりねこの GBN の前の GPD というねシステムで戦った時にですね、キャンペーンみたいのでもらったグレードの低いガンプラを使って戦ったんですけども、相手はねすごい PG というねものすごい100分の1サイズのもので戦ってて、そこに144分の1で挑むわけですからね、もうめちゃめちゃでかいですよね。そこでその圧倒的不利な状況からですね、まあ腕とかももぎ取られたんですけども、でその前に戦っていたいくつものねガンプラの残骸から腕とか武器とかを駆使してですね、ないところにくっつけたりして、でかい敵をね倒してたっていう、まあ、そのあたりからこう小さいガンダムにいろんなねアーマーをとっかいひっかいつけて戦うというこのプラネットシステムが生まれたのではないかとまあそういう流れになってんじゃないかとね思うんですけども、でそこに、イブとの出会いがあってね、でイブと一緒にねこのいろんなアーマーを試してで戦ってですね、で名前の方もこのアースリーガンダムが最初にできたんですけども、まあ、太陽系のね星のような感じなんで、でアースで3番目の星なんで3、それでアースリーというね名前になったという、はい、その辺のね由来も垣間見れてですね、とても興味深い話でしたね。20話もヒロトのねルーツが見られると思うんで、とても楽しみなんですけども、まあこのね本戦の話としては、まあ、ユーラベンガンダムが出てきて、まあ、アルサー3ガンダムと戦ってですね、でその辺で止まってるんですけども、その次のサタニクスガンダムとこのネプテイトガンダム、まあ、これで多分ね最後だと思うんですね。まあ、ネプテイトっていうのはネプチューン、これが海王星ですね、海王星8番目なんでネプチューン8、ネプテイトというね名前で付けられたんだと思いますけども、はい、で太陽系の星は水金地火木土天海とね8個あるんで、まあ、これで8番目でね最後だと思うんで、出てきた順番はねバラバラでしたけども、まあ、これで8番目で、まあ、最後なんですかね。まあ前のね太陽系はね9個あって、冥王星というのがあったんでね、プルートっていうのが、まあ、この後なんか違う流れで入ってくるかもしれないですけどね、まあ、あと他あるとすれば太陽とかね月とかそういったアーマーがね出てくるともっと面白いかと思われますがどうなんでしょうか。はい、劇中ではねまだこれの前のサタニクスガンダムもね出てきてないので、そちらがまだ出てきてからこれが出てくるんだと思うんですけどもね、はい、このような、まあ、今回はねコアガンダム2でこちらに合体と、これがまずネプテイトユニットですね。ネプテイトウェポンズと合わせることでネプチューンアーマーになって、でコアガンダム2と合体してネプテイトガンダムになります。はい、セット内容はこのような感じですね。はい、そしてこっちがウェポンズ、はい、このようにね、まあ、バックパックのところにねつくような感じですね。でなんかこうつくと丸い輪っかのような感じになりますね。はい、ということで、ランナー確認していきたいと思います。
はい、ということでランナーこちらとなります。まずね、 B のランナーですね。明るい緑っぽい色ですね。これがね、アーマーの主なパーツとなりますね。はい、そして D、 これは台座ですね。これはいつもと同じものでほぼ変わらずと。F1 のランナーですね。これはね、アーマーの部分と関節の部分とかのね、パーツとなります。はい、H1、 これもアーマーの部分ですね。ところどころ白い部分もありますので、こちらのパーツとなりますね。はい、そして I1、 これは足の裏ですね。ユニットの方はこれで以上ですね。はい、そしてシールがこちら、このようなイエローゴールドと、あと台座のね、なんかコックピット部分みたいなところですね。はい、そしてウェポンズの方は H2、 はい、外装みたいなところですね。そして H3 ですね。はい、似たような感じとなってますね。そして I2、I3、 はい、このユニットの方の H のね、ランナーはこの共通の白い色で、で I のランナーもね、このグレーの同じ色ですね。はい、I2、I3、 はい、このような感じですね。そしてシールがこのようなイエローゴールドの、イエローメタリックなんですかね。同じ色ですね。今回結構ね、シールが多めにあるんでちょっと時間かかるかもしれないですね。はい、そして説明書はこのようになってますね。シール貼るとこはこのね、光っている部分がありますけども、これですかね。はい、このような順番で、台座から組み立てですね。で、台座に取り付けていって、こうね、アーマーが完成と。で、こちらがコアガンダム2に取り付ける順番が書いてあります。コアガンダム2自体はね、変わらないので、付け方はほぼ同じですね。はい、そしてウェポンズの方の説明書が、はい、このようになっております。はい、ということでね、これから組み立てますが、このバックパックの後ろにね、円のようなものをね、背負っているガンダムっていうのはたまーにありますけどもそういったものは僕ね、一つもないので、今回ね、こういう、円を背負っているガンダムっていうのは初めて飾れるなっていうのでとても楽しみにしております。はい、それでは、こちらね、ちょっとね、シールがあるので時間かかりそうですが、頑張って組み立てていきたいと思います。はい、ということで完成いたしました。はい、こちらがネプテイトユニット、そしてこちらはね、ネプテイトウェポンズになりますね。ウェポンズの方はね、なんか武器というより、バックパックのようなね、この辺は爪みたいのがついているので武器っぽいですけども、で、このね、余剰パーツがありますけども、これは手に持たせてね、このこちらを武器として使うことができます。はい、でこれはね、別のガンプラにつけるときに取り付ける、ここでね、ここで取り付けるユニットですね。はい、これは使うことはないと思います。はい、そしてこちら、こちらのウェポンズをここに取り付けて、横にこの爪を取り付けます。
はい、これでネプチューンアーマー完成です。やっぱね、ウェポンズがつくと完璧なものになりますので、さらにかっこよくなりますね。やっぱこのね、今回このイエローゴールドのシールがポイントポイントに貼られていてね、とても綺麗ですね。はい、それでは、続いてコアガンダム2にこちらね、合体させてネプテイトガンダムにしていきたいと思います。はい、まずはね、全部台座から外します。はい、それでは、台座からね、外しましたので、コアガンダム2に取り付けていきます。今回はこちらは外しておきます。まあ、取り付け方はね、まあ、いつもと一緒で、この足をね、ジョイントを出してパチパチと取り付けていくという感じですね。はい、ということでここまでは、いつもとね、同じような付け方なんですけども、今回はですね、ネプテイトウェポンズを背中に付けたらですね、はい、これがね、可変型になっていまして、巨大な円が出てきますね。はい、これでね、円を作っていくわけなんですけども、でまずね、この上のところをカチッとはめまして、そして下ですね、下を引っ張ると、はい、このように下の方にも輪っかが出てきますね。で、あとね、この横ですけども、ここはこの腕につけたこちらを使います。両腕をですね、このように開いて、腕を左右にこう広げて、そしてこちらのリングを出して接続します。はい、ということでね、こちらがネプチューンアーマーの機能ですね。ボアチュール・リュミエルというね、惑星間を移動するシステムになります。で、起動させることでリング上の発光現象を引き起こすというね、そういった設定になっております。はい、でこれをやるとですね、もうこのまま腕が固定されますので、もうこのままですね、まあ、この一番のこの見せ場はこれなんですけども、これをやっちゃうとこれで固定されちゃいますね。はい、ということでね、通常の状態に戻しました。まあ、後ろもね、可動がこのようにね、こう倒れるような感じになりますね。これもまあ、なんか劇中でね、宇宙を飛ぶ時にこういうね、ジェットが出るのかなと思いますね。はい、そしてこの腕についているこのね、爪の武器ですけども、このパーツをね、つけることで、ね、手に持たせてですね、はい、これが通常の状態となるみたいですね。まあ、まだね、劇中で出てきてないんで、どれが通常の状態なのかよくわからないんですけども、まあ、この爪はね、まあ、手に持たせるのもいいんですけども、まあ、これが武器として使えるのかどうかということですね。まあ、通常このように持ってますので、まあ、これを前に向けてね、このように使うのかどうかというね、まあ、使えそうな感じもしますけども、まあ、あのね、輪っかの状態にするとね、もう手が固定されちゃうので、なんかこう戦っているような感じはしないんですけどもまあでも、まあ、輪っかの状態 で腕を外してあげれば、まあ、このユニット自体は後ろに固定されているので、まあ、こう腕をね、広げていても、このジョイントね、外せば腕は自由に動かせるんじゃないかと、まあ、その辺は
劇中でどうなるかわからないですけどもね、まあ、劇中に出るのを楽しみにして確認したいと思います。はい、ということで今回はガンダムビルドダイバーズリライズ、ネプテイトユニットとネプテイトウェポンズを組み立ててネプテイトガンダムが完成いたしました。まあ、ヒロトのガンダムとしては多分ラストだと思うんですけども、まあ、今までにない大掛かりなギミックなんじゃないかなと思いますね。このちょっとね読みにくいんですけどもボアチュール・リュミエールというねこのシステム、広大な特殊なエネルギー変換により得られた強大な高圧を推進力とする惑星間推進システム、稼働時の副作用により特異かつ鮮烈なリング状の発光現象を引き起こす。はい、この惑星間推進システムというね、まああんまりこのビルドダイバーズリライズの世界ではねあんまり出てこない表現なんですけども、惑星間推進システムなんで、まあ宇宙をねこう飛ぶんじゃないかと、まあ、惑星と惑星をね移動するところがねあるのかなと思われるんですけども、はいまあ果たしてどうなるのかとね、まあ多分ねこのラストの方にそうなるのかなと思いますけども、まあビルドダイバーズリライズもね放送再開されたばかりなのでまだまだちょっとねわからないことだらけで、まあこれからの話をね楽しみにしたいと思います。まあこれで、まあ、ビルドダイバーズリライズのねガンダム集めもまあラストかなと思うんですけども、まだまだ、まあ、敵の方のガンダムとかもねかっこいいものがあったりするので、その辺もねちょっとチェックしてみて、まあ、かっこいいなと思ったものは買ってみたいと思いますね。あとはね、まあ、東京のねガンダムベースの方に、まあ、ちょっとまだ僕行ける感じじゃないので、まあ、行けるようになったらですね、あのクリアバージョンが結構これ出てるので、まあ、その辺もねちょっと買ってみたいなと思いますね。本当にまだ東京の方にはね行ける感じではないので、いつになったら東京に行けるのかわからないですけども、まあ、オークションとかねフリマサイトとか見るとそういうのがねちょっと高値で売っているのでね買っちゃいそうな感じもするんですけどもねやっぱりちょっとガンダムベースまで行ってね買いたいっていうのがあるので、本当にこうちゃんとね行けるようになったらガンダムベースにまた行ってね買ってみたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。